ですね、マイさんは はにかみ出したんで、もう使ってもらえないな。何なんその人、ほんまにこれ注意した方がいいっすよ。ほんまにヒカルさんがこう言ってる時ね、もっとねこう買った時をこうしてるじゃないけどね、やってかぶったらそれができへんねん。買ったら緩めてまんねん。それができへんからか、かからへんねん。お前ここでできんのにここ毎回こう言ってこう言ってねんから、そういうことです。ほんまに裏方がダメってことですね。いやほんまにそうですよ。調子いい時ほら僕はもう厳しくしますからね。絶対に厳しくなんすから、そこはそうだよな、普通な。あいつさん、こんなにもう口が緩いもん、今日緩いもん、緩いもん、もう光の兄貴やねっていう感じがもう来た時から光の兄貴やねっていう。ロケマナさんもそれ気づいてんじゃん。それ気づいてんじゃんかな。で、この車内が分裂しだすっていう、マイさんが不満が出てくると。もう見えるもん、俺ない車内の兄貴が見えるもん。今のとこないっすよ。やるねん。はい、そんな感じで今回ね、ランさんにいろいろプレゼントしたということで、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。はい、またネックレスをお届けします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、ほんまにちょっと今日うざいよな、ずっと今日ずっとうざい。前さかすか、前さん、うざくないっしょ、これはいつも通りじゃないですか。いや、これはね、上の人間は気づかないんですよ、下が気づくんですよ。ロケマサさん気づいてん、ちょっと前さん、ぶっちゃけさっき家来たじゃないですか、はい、ちょっと喋ってたじゃないですか、はい、思いましたよ。いや、そう、俺が言ったらそうなんですよ。何も言ってないやん、別に。違う、違う、そういうことじゃないんですよ。鼻につくような感じですよね、ちょっと。そうそう、俺が言ったらそうなんですって。まあもう、いやネクタイ緩めとるなって感じですよ。ヒカルさん、今一番締めなかったよ、ネクタイ。今一番締めなかったけどね、注目されてんねんから。気をつけます。そうやね、ほんとに、はい、気をつけ、気をつけ。でも最近でもラマさんのこと結構ボロクソ言ってますよ。